俺の名前は小峠カブト。わなかの兄貴、最近の週刊誌どう思います？知らん。危機迫る悲鳴が耳に飛び込んだ阿毛組の武闘派だ。欲望が渦巻く繁華街ってのは犯罪がつきもんだ。お願い話して。ミスコンって柔らけえ。なんじゃ。やっぱフェイクじゃなく本物はいいな。ネオンの裏で悪行に手を染めるゲスは必ずいる。そりゃどう見てもダメだな兄ちゃん。姉ちゃんこっちへ来な。はい。誰だこら、邪魔してんじゃねえぞ。わめく奴らに罠かの兄貴が開口する。一応聞いてやる。貴様ら一体何をしていた？その女はケイチのミスコンなんだよ。映像じゃつまんねえ。生で相手してえだろうが。その発言は猿以下だった。才覚のない下船ほど他者の肩書きを貪ろうとする。うるせえ、ムカつくこと言ってんなよ。べっからす。頭に血の上った輩が罠かの兄貴に殴りかかる。次の瞬間だ。振りかぶった拳など当たるはずもない。やからの体は足払いで横回転。ゴブ。倒れると同時かかとが落ちる。ゴブ。どうした、仲間の仇は取らんのか？待ってくれ、俺は悪くねえ。首謀者はそいつなんだ。嘘をつけ、貴様はもう永久に喋らなくていい。残る男はなんと一本抜き手で喉を破壊した。命までは取らん。二度とこの町に来るな。次見つけたら殺すからな。こうしてチンケラ揉め事は鎮火した。この時はそう思ってたんだ。それから数日後だった。わなかの兄貴すみません、ネットで動画を見つけました。あ、何の動画だ。事務所で模擬が話しかけてきた。そして震えながらスマホを出した。憧れのわなかの兄貴がこんなこと言うなんてショックすぎて。そう言って奴が見せてきた動画。なんだこりゃ。それは俺たちの度肝を抜くもんだった。阿毛組はたくさん金が欲しいため、一律森代を 60% アップさせる。断った人間は叩き切り、その店は廃業に追い込む。俺は遊ぶ金が欲しいのだ。俺は背骨を抜かれるほどの衝撃だった。なんじゃこりゃ。何かの間違いだと思いて、でも確かに本人が話してる。わなかの兄貴、まさかこんなことを思って。裏の顔が終わりやったんですか？こういう友人、裏の顔などない。俺がこんな発言すると思うか？思いません。申し訳ございません。だが間違いなく映像上は俺が話している。記憶にはないが言ったのか？え、ほなやっぱり冗談に決まっている。おお、わかりづらー。そして罠かの兄貴は一つの仮説を導く。おそらくは最新の技術だろう。確かディープフェイク。ディープ、ああ知ってます。ディープフェイクとは最新の AI 技術を用いて人物の顔や表情、声などを差し替え、空流街で暴れたやつは絶対許さねえ。本人が実際には行っていない動作や言動をさせる偽動画のことだ。いたずらではすまんな。阿毛組の罠かも舐められたものだ。やべえ、これ死ぬほど怒ってるぞ。即座に配信元から情報を探ります。罠かの兄貴じゃなくてよかったです。だが事態はもっと深刻なことになっていた。なんで俺がこんなこと喋っとるんじゃ。空流街を200円で売ります。額割だと150円です。ダムダムダム、勇敢マダム。なんでうちの島はサランラップより安いんじゃ。なんと他の阿毛組の構成員の動画も作られていたんだ。小林の兄貴には喧嘩で勝てますね。最近俺にビビってます。昼休みに焼きそばパン買ってこさせます。いいとよ、焼きそばパン買ってくるぞ。どこいんだ。冤罪死刑を恐れてなるべく遠くに逃げたと思われます。こりゃ誘拐犯じゃねえな。随分と舐めてくれるね。明らかに阿毛組を狙い撃ってやがる。そして俺は早速情報屋五代に接触する。阿毛組、裏社会でかなり話題になってるよ。笑われてんだろう、その件だ。犯人はね、メレンゲという半グレ組織だ。ディープフェイクで悪質な稼ぎ方をしてるよ。
メレンゲってのは大曲が率いる中規模の半グレ組織。どんどんフェイク動画作っちゃいな。技術の進歩は悪用してなんぼだよ。どうやらディープフェイクでかなり荒稼ぎしているらしい。奴らはピンクビデオの女優の顔を他人にすり替える。私を好きにしていいよ、朝まで遊ぼう。それをネットで販売してるらしい。有名女優は各所でこすられるから、奴らは人気キャバ嬢やインフルエンサーなどにも幅を広げてる。もちろん全て無許可だ。動画を出された女の子は泣いてるよ。腐れ毛動画となると、うちの構成員がやられたのは空流街で天王組に何度か締められた報復だね。トップの大曲はかなり強気だよ。メレンゲのトップ大曲秀彦。もう勘弁してくれ。どうした、俺を殺すんじゃなかったのか。誰も俺に近づくことすらできない。俺のボウガンは外れることはねえんだ。とどめの延髄だ。奴は獲物を一撃で殺さずにいたぶり抜く。正確無比で類を見ないボウガンの腕。俺は20メートル離れても両目を撃ち抜けるんだよ。奴はボウガンの大曲として悪名を轟かせる悪童だった。事務所に帰ると俺はおやっさんから呼び出された。小峠、レイのフェイク動画だが、うちに粉かけた連中のみならず、いろんな奴らが悪用してるようだ。これに関して関東の極道衆で急遽会合が持たれることとなった。小峠、ついてきてくれるか。思ったよりこの問題はでかくなっていた。新技術を前に極道も遅れを取ってられねえ。やべ、今日は交流の場を兼ねてる。少し楽にしていい。セクシーにしときます。おやっさんはやべの兄貴と俺を護衛に会場へ入った。アモーの親分、大変ご無沙汰しております。おお、家入りの親分じゃないですか。この人は神奈川県で信仰がある家入り組の親分だ。天王組はいいですな。護衛が立派だし、何より男前です。すると家入り親分がこう続けた。そうだ天王組長、こないだ横浜の半グレを粛清されましたよね。ええ、うちの島で中学生に身売りさせたものですから。そのことですが、横浜の一部の連中がぐちぐち言ってるようでして。ぐちぐちですか。先日俺たちは横浜に出た。地獄で反省しとけ。そして現地でその組織を粛清したんだ。その時だった。これはこれは噂の天王組さんじゃないですか。む？おやすさんの背中から声がかかる。先日はわざわざ横浜遠征ご苦労さんでした。頼んでもないのに横浜極道のケツを拭いてくれたそうで。七海の頭、この人らが領分を理解しない東京極道ですか。そこにいたのは俺たちに嫌な視線を向ける二人の極道。どう聞いても悪意しか感じねえ。誰だてめえら、うちのおやっさんに舐めた口聞いてんじゃねえぞ。小峠待て。はあ、申し遅れました。上白組の若頭、七海ってもんです。七海さんですか。うちは島を荒らした連中にけじめをつけただけですが。アモさん、あんまり我が物面で横浜に出入りせん方がいいとは思いますがね。入るなら一言いるよね。いくら俺が男前でも腹立つよ。すると矢部の兄貴が口を開く。あんたら耳ついてるか。ゲスの粛清で浜に行ったっつってんだよ。まず感謝の言葉だろ。浜の極道は道義も知らねえのかい。何お前、喧嘩売ってるのかな。兄ちゃん、ありがとうございますって言ってみな。そして一触即発の空気が充満する。それをおやっさんは食い止めた。やべ、社交の場だ、やめておき。失礼しました。おっしゃる通り社交の場だ。この辺にしておきましょう。お前男前だけど古風。家入りの親分、あんたも身の振り方は考えてくださいよ。コウモリ野郎は嫌われる。横浜で生きていくつもりならね。そう言い残すと奴らはその場を離れた。何やら血の気の多い方たちみたいで。ええ、東京さんと仲良くすることをよく思ってない横浜極道もいまして、その筆頭がさっきの上白組なんです。うちも目の敵にされてます。なるほど、何かありましたら相談に乗りますよ。申し訳ありません、フェイク動画の会合だというのに。どうやら横浜の極道も問題を内包しているらしい。一方でうちの問題は全く終わってねえ。
島が売れないのでディスカウントです。うまい棒3本と島をブツブツ交換します。うちの島は駄菓子、子供が毎日買いますね。うまい棒では釣りやうまい、人生おしまい、眼中見舞い。野田の頭はもはや怒りすぎておかしくなってる。メレンゲはやりすぎていた。大曲がり、貴様は絶対許さんぞ。ああ、誰お前。そしてある男が殴り込みに来たんだ。お前らが作ったクソみたいな動画で俺の妹は、ミレイは自ら命を絶ったんだ。その男は妹を失っていた。ああ、ミレイね、確か読者モデルだったっけ。そうだ。なんかあんまり売れなかったんだよ。だからそんなに怒んなよ。やつは笑ってこう言いやがった。てめえは。その男はナイフを手に大曲がりに飛びかかる。だが奴は早かった。バカ、次元が違うんだよ。すでにボウガンを構えていたんだ。まずは膝からだ。奴のボウガンは男の膝を正確に撃ち抜いた。そう、この男は武闘派の狂人。妹の仇なんだろ、頑張れよ。素人が叶う相手じゃなかったんだ。その二射で男の両膝は死んだ。これくらい妹の痛みに比べれば。それでも男は前に進もうとする。だがその姿すら奴はあざけり笑った。面白い奴だな、片手でも進めるか。ちくしょう、妹を返せ。俺のボウガンは裏社会でも一番なんだよ。お前は近寄ることもできず無駄死にだ。そして奴がとどめの一射を撃つその寸前、こう、誰かがそこにあった机を蹴り上げた。デコに矢でも生やしとけ。同時に奴が矢を放つ。だがその致命の矢は男に刺さることはなかった。あ、誰だ、邪魔しやがったのは。男の人、よく頑張った。あとは俺たちに任せていい。そう、間一髪そこに割り込んだのは、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏。アモー組のデリジェ、てめえら一人残らず自覚行きぜ。わなかの兄貴とこの俺だ、ヤサはとうに割れてんだよ。待ってたぜアモー組、しかも罠方、名をあげるチャンスじゃねえか、やっちまえ。ぶち殺しまえ。俺たちに合流でくれ。大曲がりの号令でハングレどもが飛びかかってくる。だが罠方の兄貴は凄まじいキレだった。ゲスどもが全員輪切りになったか。ごめん。なんと雑魚ども3人が一瞬で輪切りになったんだ。やば、何今の。その壮絶な風景に半グレの動きが止まる。だが大曲がりはまだにやけてやがった。罠か、てめえの動画面白かったぜ。人の信用をぶち壊す瞬間はたまんねえよな。人の顔とはその人の存在そのものを表す。本人以外に使う権利などあろうはずがない。それを自らの欲のためにもてあそび踏みにじるなど鬼畜の所業。貴様らに生きる資格などない。俺のボウガンは百発百中だ。ワナカを殺して大曲がり伝説が始まりだ。するとワナカの兄貴が謎の行動に出る。ほう、百発百中なのか。なぜか壁にかかっていたボウガンを手にしたんだ。ならば貴様の土俵で戦ってやろう。そしてそれを獲物にするというのだ。その行為は奴の自尊心を深く傷つける。舐めてくれるな、てめえの両方の眼球を貫いてやるよ。そのまま無様に死ねよ。致命の矢が兄貴の顔を襲う。ひゃっはー。どうした、百発百中ではなかったのか。だがその矢はギリギリで外れていたのだ。な、おかしい、ミスってねえはずだ。最強なのだろう、もう撃たんのか。そう言うと罠かの兄貴はのうのうと歩き始める。ふざけんな、顔面貫通だよ。しかしそれもまた、どこを狙っている。まるで通り抜けたかのように外れた。ああ、そんなはずはねえ。すると奴が必死の形相で撃ち始める。
だがその全てが兄貴を捕らえられない。口だけだな。5発ゼロ中だぞ。わなかの兄貴は凄まじい目で奴を見ていた。何をしている、下手くそが。なんでそんな、なんだよこの目、怖え。そして歩いたまま兄貴は奴の目の前に来た。未熟者が、目線、筋肉の動き、呼吸、貴様は発射のタイミングを教えている。そしてボウガンを片手で振り上げる。次の瞬間、お前は何者でもない。わなかの兄貴はなんとボウガンでぶん殴って奴を気絶させたのだ。残りの奴は俺が全員その場でぶち殺した。ボギュー、今回は悪質すぎる。上場酌量はねえ。お兄さん、奴はアモー組が地獄を見せる。安心していい。ありがとう、アモー組さん。妹の敵を取ってくれて。そこにいた男の人に俺たちは泣きながら感謝された。その帰り道、わなかの兄貴はこう言った。この世の中で悪用されない技術などない。科学技術の進歩は常に危険と背中合わせなのだ。だがそこで諦めず乗り越えたならば、技術の進歩は人類の光だ。わなかの兄貴の言葉はまさに真理。わなかの兄貴、勉強になりました。人生とは死ぬまで学びだ。ちなみに大曲がりだが、この世の地獄を見た。お前の命割れたうまい棒以下の価値。助けて。実は頭が連れて帰れと言ったんだ。お前の来世は梅牛。ムダ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 。そして奴は全身穴だらけとなって死んだ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。